えっと私はあの最初福井派の教会に行ったんですね。でその福井派の教会に行った時に牧師さんがいらっしゃってですねその牧師さんと最初にですね喧嘩したんですね。でこれはあの本当にの対立でですね私はあのこの牧師さんはもう神といらないのかなとこう思いましたし牧師さんはねこれで一人の魂を失ったと思ったってこうおっしゃったんですね。 でもですねあのじゃあ来て欲しくないなら行ってやろうって言うんですねそれで行き始めたわけですよねそしてその中でですねどうなったのかというと私がカリスマになってね牧師さんは違ったんですよねしかもその教会はねカリスマに対して極端な態度を示す教会でですねカリスマはいたんとかなんか言ってたんですね それでね、ぶつかりになっちゃって。まああの、その目線は異端とは思ってなかったですが、名指しでですね、癒しのことで、まあ、秋元君は癒されたって言ってるけど、病気じゃないか。まああの、私、深刻降格しますからね。あの、だからそういうふうに、こう言われたんですね。そして、カリスマのことで、 えと大きなな対立となってですねそしてその教会から離れざるをえなくなって離れた後に OSCC というね日本の教会の中心的な組織のスタッフになったんですね。ところがねその理事がねその先生だった。それでですねえっと日本のキリスト教会をかけるカリスマ的な物つになりましてですね まあそこに新井先生が出てくるわけですけども新井先生と沢本さんと私が OSCC のカリスマスタッフだったわけですね。で OSCC 時代はカリスマを反対してるっていうその当時はですよ。今どうなのか分かりませんけどそういう状況だったんですね。それでですね結局ですね我々がそこを出るというこういう形になったんですね。でこの時にですねえっと その先生と要するに最初に対立して最後に対立してそれで出ていったとこういうふうな形だったんですがその先生はですね実はですね私の人生生生にににおいて非常に大きななな先先ととと助けとなった先生なんですねでどうして行ったのかっていうとですね私が「沈黙」という遠藤周作の本を読んで感動してですね大学生の時ですが。 えー、授業を受けている時に主がすごく近くに臨まれたんですねで、その時に主を信じて半年経ったら教会に行きますと言って祈ったんですが半年経ったら要するに無主のになっちゃったわけですねところが神様の方がそれを覚えていて人を使わせてくださってですね私はねその先生の教会に導かれた でその中で何が大きなポイントになったのかっていうとですねその方は進学生進学者だったんですねで私はですね福音派の進学者を通して聖書的な聖書の捉えということと解釈ということを学ばされてその信仰の動画がしっかりと立てられただけではなくその後対立した時にその要するに相手は進学者だから 私たちの方もより聖書的に対応していくわけですよねですから聖書的なカジスマの土台が作られたっていうこれは非常に大きな祝福でしたで神様はね恵みを持って導いてくださってるなってことを感じたんですねそれとともにですねその牧師さんはね一つ他の牧師にない賜物ものを持っておられたんですね それはあの、えー、っとね、人を立て上げるっていう卵だったんです。私は赤面症でですね、そして人前が全くダメで消極的で行動力のないものだったんですね。ところがね、その目師さんはですね、いろんな仕事を委ねてくださった。それとともにですね、洗礼を受けて1ヶ月後ぐらいにですね、 青年会会長に立てて上げてくださったもうかなりバックをしてですね無理やり立て上げたみたいな感じで,で私もまた役員にしてもらったでそういう事柄を通してですね私解放されてたんですねそしてね1ヶ月で祈祷会のえっとね説教を私に委ねてくださった1ヶ月一回ですかね でこんなことをする牧師なんて見たことありません。だって、洗礼1ヶ月なんだから。しかしそれがね、私の傷とかね、解放しちゃったんですね。だから、全く対応が違ってきました。説教もそこでやらせていただいてですね、大きく変化が起こってきたのですね。そしてですね、夏のキャンプの時に、 最初の説教だったんですがあ後にテレビ電動車になってね有名になって今副業になっちゃったんですけどその方が開会式の説教をやってで私はですね夏の蒼天祈祷の説教をしたで彼と私は同じ日に公で説教したってことになったんですね。 そこから、ね、状況が変わりましたで私はあのこもったんですねなぜこの教会に来たんだろうと、まあ、一つは聖書的なカリスマの名前がしっかりするためっていうのがあったと思うんですがもう一つはですね私はそこで解放されてね立て上げられてそしてですね伝道者の道に入ることができるようになったわけですね。ですから非常に退治したんだけど実はねその方が 私の恩人みたいな荒井先生とともにですね、まあ、そういう先生であったということをね思いますそれで今昇天されているんですよねでまあかなりこちらも失礼なことをしましたし <laughs> <laughs> 要するに喧嘩憧ねなのでですねえー、でもう昇天されてるのでね謝ることもできないしまあ、一度そういう手紙出したんですけどね返事なくてねそれでですね ただだつのことだけはやってますで私が直接その方に語りかけるっていうことはできないんですけどもそんなことは禁止されてますしねそんなこともできないとただあの一つ方法があるのはですねえと神様に言って神様に伝えていただくともちろん神様を伝えてくださるかどうか分かりませんけどもでそれをやったんですねそれは今までやった失礼を許してください っていうこととそれとその先生を通してですねいろんな傷とか解放が起こりで説教者として立てる大きなポイントになったとっいうことをもし見心ならば伝えてくださいとだもしかしたら伝えてくださってるかもしれないし天に私が行った時にもう一回言い直さないといけないかもしれませんね。でその中で一つ思うのはですね神様のやることは無駄はないともう全ては益となると。 でそこでですね受けた恵みっていうのはね非常に大きなものだったっていうことですよね。